スインガです。6月27日火曜日オリックス対千葉ロッテマリーンズ。2対1。9回の裏森友也選手のさよならホームランで千葉ロッテマリーンズ。さよなら負け。さよなら。撤収さよなら。 まあ、とりあえず、ねまあ、言いたいのはあの9回の表、山口選手の、えー、同点タイムリー、まあ、これはまあようやったよその後にに福田選手、フォアボール出てツーアウト1、2塁で岡選手でしょうあそこでもう1本打たなきゃ、えー、もうそこの1本が出なかった件ん、まあ、今日負けたかなっていうのはやっぱありましたね。 このカードに関しては、アウェイなんで、同点だね、ちょっとまずいよね。流れが。そう。相手側はね、もう1点取ったら、もう勝ち確なんで。そう、だからね、あそこの場面ね、難しい要求なんだけど、2点取ってほしかったね。うん。ってことでね、今日の試合、そこまで振り返る内容ないけど、振り返よっか。はい。今日の先発ピッチャーは、完全試合以来の、えー、 投げ合い、えー、宮城選手との同級生対決となりました。はい、とりあえず、ロウキ選手のピッチング内容を振り返っていきましょうか、2回の裏に、えー、杉本選手の、まあ、タイムリーとで、あと藤原選手がね、まあ、ちょっと、えー、ポロってね、エラーしちゃってっていう感じで、1、えー、点先制、ちょっと最近ね、えー、エラーがちょっと目立つなっていうのがあって、まあ、特に藤原選手がね、最近ちょっとポロリが多いんよね。 うん、ちょっとね、あのー、守備、範囲はいいので、あの、もっとね、補給力をね、ちょっと高めていきましょう。左か。うん、補給力をね、ちょっと高めていかないと、ね、あのー、やじられるばっかなんで、ちょっとね、そこは気をつけましょう。はい。えー、ローキ投手のピッチング、えー、今日は7回投げて107球、被安打5、三振10個、素晴らしい。 えーまあ、フォアボール1個与えたんですけど、先、まあえー、ほど言った2回の裏の1失点のみと、はいまあ、今日ね、ちょっと途中、7回途中かな、はい、1回マウンドを離れましたけど、なんとかね、まあ、復活して、えー、その後のバッター、抑えることができました、今日は最速164キロ出せることができてね。 えー、かったんじゃないかなと思います。ただね、相手投手、宮城投手もね、えぐかった。うん。あのー、緩急の使い分けがね、すごくて、カーブにね、ロッテ打線、本当に全く手出せんかったね。山口選手、ポランコ選手がね、もう宮城選手相手に、もう、あのー、手も出ない、足も出ないという状態に陥ってしまったと。そう、ポランコ山口が打たんとね、ちょっとね、結構、 去年のロッテみたいな感じになってるんで。まぁ、あ、学中選手最近状態めちゃめちゃいいですけど、そう、ちょっとね、去年のヘブロッテピーナッツを彷彿させるようなちょっとゲームでした。8回終わってね、えロッテは1点も、え点が取れることができずにたこ焼き状態でしたと。ただね、9回、ピッチャー、えー、ワーニン、えー、平野投手にね、え変、ー、わって、先頭バッターの学中選手が、 白いラインギリギリのフェアゾーンにね、落ちて、2ベースということで、ノーアウト2塁と。で、続けね、3番翔吾選手、まさかの送りバントなんですよね。本来の翔吾選手ならね、あの、本当はね、ヒッティングだったんですけど、ここはね、もう1点を取りに行くぞということで、送りバント。で、ダイソーはもう和田くんと。 で、ポランコ選手がね、今日ちょっとあの9回ね、3球3振になってしまって、で、4番の山口選手、ここどうなるんかなって思ったらね、なんとかなんとか、え、ヒットを打って、1点もぎ取ることができましたと。で、まあこれ先ほど言った通りね、福田選手フォアボールで、岡選手のところで、えー、ヒットが出ることができずにね、まあ終わってしまったと。まあとりあえず9回の裏は松田投手で無失点だろうと思ってました。はい。ところがどっこへ。 ええ、2ボールから森友哉選手がね、バゴーンとね、ライトスタンドに。球がまあ、ちょっと真ん中に来てたっていうのもあるんですけど、それをね、一発で仕留める森友哉選手はまあ、やっぱすごいなと。いやー、やられましたね。今日は、本当に。うん。やっぱね、アウェーだと勝てんね。うん。アウェーでも勝てる力をね、 持っっっててしいいなうのはやっぱありますね、うん、完全にもう、あの流れが、もうオリックス側だった、今日の試合は。うん。残念、京セラで、えー、明日こそ勝ちましょう。はい。はい、ということで、今日の試合は、はい、こんな感じです。はい。えーえー、今日すごいね。平野選手が勝つ投手だからね。おもろいわ、本当に。野球って。 はい。えー、で、今日のね、9回の裏の森友哉選手のさよならホームランで今日は勝負ありと。はい。えー、最初、えー、同級生対決、えー、敗れました。はい。まあ、そうね、今日は結局宮城選手はね、8回無失点。で、対するロッキ投手は7回1失点なんで、えー、先発を比較しても、やっぱり今日は負けだったかなと。はい。 って感じでしたね。まあ次、宮城投手と、えー、朗希投手のマッチアップ、いつになるかわかりませんが、次は勝ちたいね。次はね、なんやろ、ゾゾマリンで、マッチアップ見てみたいですね。次こそは勝ちましょう。はい。やっぱりね、なんやろ、今のロッテって、ポランコ、山口選手の二人頼みなのよね。ポラグチ、小遷くじゃないですけど。 まあ、去年はね、小木高でしたけど、やっぱりね、二人ともね、えー、共通してる部分が、えー、遠くに飛ばせる力があるっていうのがね、ありますね。はい。えー、ポランコ選手がホームラン8本で、山口選手6本打ってるんで、問題は4番5番の前にランナーが出せれるかっていうのがね、やっぱありますね。ホームランの重要性、すごく感じますね。はい。ただですね、あの、ホームラン数、 まあ、増えた方なんだけど、まだまだね、えー、出ないといけないチームだと思うんで、ちょっとね、来月からホームラン増加、えー、するように、ちょっとね、あの、お願いします。えー、3番目。エラーがね、ちょっとね、最近多いなっていうのは、やっぱりありますね。はい。えー、この前の日本ハム戦の現地でも、えー、確かね、ともす選手がちょっとエラーしたりとか、まあ、正ョ選手の、まあ、エラーだったっけな。 ちょっとね、あの、ポロってこぼれたシーンがあって、まあこれはまあしょうがないんだけどね、夏場にエラーするっていうのはね、やっぱり非常にペダントレースに大きく影響を及ぼすんで、夏バテしないっていうか、守備力は別に調子の波とかね、関係ないんでね、今一度ちょっとね、きっちり野球の方やってください。はい。あの去年のあの後半戦一発目のあの三連続エラーみたいなのがね、 あの、一番嫌なんで、そこだけはちょっと避けていきましょう。はい。エラーしても、もう、ミス一個だけに抑える。そこだけ、お願いします。えー、最後、これちょっとね、びっくりしたんですけど、8回の表の前ぐらいだったっけなあの、京セラドーム大阪で、あの、It's My Life の原曲、あの、アーティストがモンゴル800で、球場の中で流れてて、ちょっとね、あのびっくりしました。えー、って、<laughs> 原曲流れとうやんって思って。 そしたら、あの、ロッテの応援団がすぐさまにね、あの、いつまえライフを流すっていうね、えー、えー、カオスな状態に、えー、なりました。パリー TV 見ててちょっとね、あの、笑いました。はい。こんなことあるんやって思ってね。はい。なんかね、すごく現地の方盛り上がってたらしいですね。はい。っていう感じで、ね、はい。今日はね、結構ね、悔しいね。普通に。で、なんやかんやで、ね、 今日敗戦したことにより、また3位に転落しております。はい。もう、コンパすぎる。もう、本当に。もうね、大型連勝しようや。とりあえず、7連勝、7連勝。とりあえず、まず7連勝しよう。で、明日の先発ピッチャーは小島投手で、オリックスの方は、大堀高校出身の山下選手ですね。はい、大堀高校は、僕の実家のご近所さんなんで、まあ、山下選手を応援したい気はあるんですけど、 まあ、そこは明日は、まあ、関係なしに、もうバッチバチで、ロッテ打線、本当に山下選手を、通信にかかってください。えー、とりあえずね、さっき言った、山口選手、ポランコ選手の超だと、4番5番の前にいかにランナーが貯めれることができるのかっていうのは、やっぱりキーポイントですね。はい。まあ、今日の敗戦はとても悔しいですが、えー、次に切り替えていきましょう。以上、スウィンガー TV でした。